ここの運行状況から見て最悪の事態を覚悟する必要があるわね。彼らの作ろうとしている神は完成間近か、すでに完成しているかもしれないわ。じゃあどうするんだよ、神の心の力を持つファデュイ執行官なんて。どれだけ手強い相手になるのか想像もできないぞ。緊張しているの、ダイモン？そりゃもちろん緊張してるに決まってるだろう。ナヒーダは緊張してないのか？私もとても緊張しているわ。これほどまでの災難に直面するのは神として生まれてから初めてのことかもしれないから。でも緊張と同時に好奇心も湧いているの。好奇心？何に対してだ？私たちの運命に対してよ。私から見てこの世において感じられる一切のもの、認識できる一切のもの、人々の身に起こった一切のもの、その全てが知識よ。それが知識である限り必ずや知ることができる。だけど唯一人々の身にまだ起こっていない運命だけは終始私の好奇心をかきたてるの。つまり私からしたら運命こそが究極の知識なのよ。だからこそ私は人間を観察するのがとても好き。彼らの身に起こる全てのことを見ると充足感をもたらしてくれる。そして今私はついにただの傍観者ではなくなった。あなたたちと一緒に自らの運命を直々に体験する。期待せずにはいられないわよ。そうだったのか。なんだかオイラもナヒーダの気持ちが分かった気がするぜ。ええ、行きましょう。もう彼の気配を感じられるわ。この世が僕の誕生をこれほど待ち焦がれているとは。君たちのことは覚えてるぞ、知恵の神ブエ、そして旅人。こいつもうマハールカデバータみたいに全知全能になってるのか？いえ、彼からマハールカデバータの神聖は感じられない。賢者もまだ神の缶詰知識を注入していないみたい。でも確かなのはこの瞬間の彼はすでに正真正銘の神であること。もう手遅れなのか？完全に神になった残氷。残氷は
すでに僕にとって遠くかけ離れた名だ。精神が神に昇華した時、まるで天地と同等の歳月を過ごしたかのようだった。今この身で振り返れば、国崩しなどという存在はあまりにも小さく醜い。この威圧感、確かに神レベルだぞ。ジャンヒョウの機械人形という元々の概念を極限にした体、その上さらに神の心によって際限なくエネルギーが送られている。凶霊院と賢者は一体どれほどの力を費やしたの？単に技術的角度から見れば称賛に値するほどのものよ。人間の英知の結晶と言っても過言じゃない。まだそんなこと言う余裕があるのかよ、ナヒーダ。でも精神的角度から見ると、彼が神の高みにまで到達しているとは私は思わない。世に生まれし全ての神はそれぞれの神の心に紛争という二文字が刻まれているはずだ。このような力の鼓動、そして心の底から生まれる躍動を君は感じられないのか？ナヒーダがお前なんかと同じ感覚を覚えるわけないだろう。貴様、自分が神の対話を遮ったことを理解しているのか？矮小なる者よ、身の程を知れ。神の心に刻まれた紛争、もしかして魔人戦争のことが言いたいの？今のテイワットにおける平穏な局面は決して容易に得られたものじゃないわ。私は直接魔人戦争に参加してはいないけれど、私から見てあれはただ法則に駆り立てられた無意味な消耗だった。今さら持ち出しても意味はない。そうだろうか。僕は自分が本物の魔人戦争に参加できなかったことを非常に残念に思っている。まさかこの世に力を渇望しない神が本当にいたとは初めて見たよ。知恵を司る神、通りで自らの民にさえ見捨てられるわけだ。君の判断は君の存在のように重みがなく薄っぺらい。ここまでにしよう、知恵の神ブエル。君も知っているはずだ、知恵が全ての問題を解決できるわけではないと。そう、今君が僕と戦う選択しか選べないのと同じようにね。かかってこい。今ここに魔人戦争の一角を再現し、僕の神としての誕生を証明しよう。さばきの雷。無力な凡衆め、逃げ道はありません。虫けらが。宣言せよ。いくよ、見逃さないでね。よし、覚悟。虫けらが。再生入れて。
こより灼熱の裁きの雷。神々の戦いであるはずが、凡人の背に隠れるか。その上今更人間のため犠牲になろうと大行な立ち回り、よほど自己陶酔の好きな神だな。ウェル！データはだいぶ集まったわ。あなたが私から神の心を奪おうとしたのが、これで何回目かわかる。さっきので168回目よ。知っているかしら、スメールの民はあなたを創造するために同じ回数の過信探査を過ごし、同じ回数の輪廻を強いられた。
無境の力、一体いつから始まっていた？君たちは無境の中でさえ僕を破れない。こんな小賢しい真似に何の意味がある？さあ、前と同じように私が夢の中の記憶を呼び覚ましてあげる。これ貴重な戦闘経験だぞ。それだけじゃないわ。神の名のもと、全ての神の英知を束ねる。これこそアーカー社本来の機能。先ほど起きた全てを知識としてスメールの民に伝達したわ。そして彼らに偽りの神を破る方法を見つけるようお願いした。今スメールの知恵があなたの力となる。抜かせ！これで茶番も終わりかな。今度こそ正真正銘神々の対決と受け取ってもいいかい？ええ、お願いね。私グエルの一人目の賢者。七葉のもと、生き長えられるのは僕だけだ。覚え。逃げ道はありません。行くよ。鎮圧。まずい。センサーを開け、権限せよ。見逃さないで。くだらない。さばきの雷。先生入れて頑張るよ。重圧焼却。無駄だ。逃げ道はありません。覚えたわよ。見切りました。
様。行くぞ。進圧。全部丸見えね。裁きの怒り。社会の来客。人間。人間。待て、それだけは、神の心だけは。それは僕のだぞ。させるものか。絶対に戻るものか。一番重要な謎の答えが見つかっておらず、世界樹もまだ救われていない。でも神の心の力がもう一つある今、マハールッカ・デヴァータの最後の記憶を解読できるはずよ。これが、そう、あの神の最後の記憶。想像してたのと全然違うぞ。世界樹が存在するあの意識空間に入るはずじゃなかったのか。あそこは確かにこの旅の終点よ。でもまさかマハールッカ・デヴァータの残留意識がこれほどの汚染を受けていたなんて。禁忌の知識、私でさえあまり知らない概念を知っているなんて。詳しく話してくれるかしら。あなたたちの推測も一理あるわね。千年前の砂漠に禁忌の知識が現れたことが一度あるの。その時はキング・デシェレトの自己犠牲とマハールッカ・デヴァータの身を削った力によって駆逐に成功した。それから500年前のカーン・ルイヤの災厄で再び禁忌の知識による汚染が現れたと考えるのも難しくはない。そして今回のはおそらくそれ以上にひどいものかもしれないわ。すでに世界中にまで危害が及んでいる。じゃあここがマハールッカ・デヴァータの残した意識で禁忌の知識による汚染を受けてたとしたら、マハールッカ・デヴァータの死は。ええ、彼女は禁忌の知識との対抗によって命を失った可能性が高いわ。たとえ禁忌の知識を根絶できなかったとはいえ、もしも彼女が何かしていなければ、
この500年の間、汚染の兆候はこれだけにとどまっていなかったでしょうね。私を含めて、みんなが禁忌の知識という概念について忘れたのも、彼女の世界樹修復の影響によるものかもしれないわ。悲しいのか、ナヒーダ。彼女の苦痛を感じているの。ここの意識の汚染は、あまりにもひどく、一面に狂気や混乱、苦痛がはびこっている。彼女はこのような状況下で、力尽きるまで、禁忌の知識による汚染と対抗したというの。その上、ほんのわずかに残った明晰な意識を使って、私たちに手がかりを残した。ええ。その言葉は、禁忌の知識の干渉を受けたことにより、いくつかの単語しか聞こえなかった。でも今なら、この謎の答えを見つけられるわ。これらの汚染された意識をくぐり抜け、正しい方向を見つけ出し、彼女の明晰な意識に合うの。そして、マハールッカデバータの口から直接真実を教えてもらいましょう。今注意が必要なのは、ここにいる私たちは意識体の状態であるということよ。たとえ神の心の加護があったとしても、常に意識を鮮明に保つ必要があるわ。でないと、いつ発狂してもおかしくない。そんなに恐ろしいのかよ。大丈夫よ。あなたは単純だから問題ないと思うわ。さあ、出発しましょう。